皆さんこんにちは。えー、ピアーマルティナス、私のパリ第8大学とソウル国立大学両方で働いております。私がご紹介したいのはですね。 このシンポジウムの中心的なテーマでありますまあ教育の目的修練性のあるいろんな言語が修練するですね教育の目的がどこにあるかということでですねしたがってそれのヨーロッパ の状況、まあ、今朝これは紹介されましたけれどそれと、えー、アジアのまあ北東部の文脈との,その、えー、共通点といいますか重なり合うところはどこにあるかとそしてまあその復元語主義の難しいところはどこに で通訳の方の仕事をあまり難しくしないためできるだけあらかじめ書いたテキ,ストテキストをゆっくりとですね読んでいきたいと思います。まず第一の点ですが私のスピシチの第一点はですね目標という観点からですね えー、言語を身につけるというのはどういうことかということをですね考えてみたいとめいま,、えー、まず最初に、えー、ここに実音能力とか適応能力ということが書いてありますが、えー、言語の学習というのはですね基本的に、えー まあ知識まあ、えー、文の構造とかですね文法をまあ知ると自分のものにするということですねそしてその技能を身につけるということがここで強調しておきたいのはですね言語の学習はですね私の 考えるところとこしてはですね実存能力と適応能力を構築する場であるとそして実存能力とは何かということですがこれは非常に複雑な操作のを 意味すするわけでこれはですね、えー、新しいそ、えー、して技能、えーえー、すいません、えー、実存能力というのはですね一人全体としての個人あるいはアイデンティティの構築ということになるわけです。 次にですね、えー、適応能力ということですけれどもこれはですね学習者がその言語活動相互作用の習慣を脱構築しまずそれを再構築することによって習得するものですこれは一種の復元力といいますかレジリアンスというで ことであってこれに対してよってですね新たなで新たなインプットを目指すことができるようになる大きな能力です。そして第二の本質的な目的は私はですね山崎さんが先ほどとったまあその人間的な発展ということでありそしてこの お帝王能力というのはですね新しい言語の体験に密接に結びているです、ね、アイデンティティと変化し適応できる能力であるわけです。<laughs> 第二の点はですね一般的にですね活性されることですが一種の,まああの言語教育における気づまりというものが見られます。 外国語を教育がわされている病はというものがあってですねあるフランスのまあ私学館がですね数年前のことですがこの外国語教育の病といいますかを指摘しています一つは生徒の意欲が低いということで そして生徒たちが自分の努力に対して自信を持っていないそれ、えー、から評価の仕方が不十分である、えー、そして言語活動のいろんな言語活動の間のです、ね、区別が十分になされていない言語との触れ合いが少なくてですね諸言語に、まあまり好意的でないこう環境があると。 そして、英語教育クラスの付近して、評価の有効性が、まあ。不足しているということです。<coughs> この私学科はですね、まあ、最初は、あの。あ。策定にもですね、密接に関わった人です。 えー、そして絶えず変化するプログラム新しい教材、えー、情報機器やあ教員あのあ欧州域内での移動やですね、えー、継続教育への莫大な投資などを伴ったらその改革の次第にですね 先ほどの私学館のような国藩というのは高い地位にある責任者にとってはですね相対的な失敗を認めることになるわけです。これは2007年のことですがそして確かにこういう不備な点があるのは事実ですけれども現在の教育法の発展を見れば少なくともですね先ほど列挙された 病の大変にはですね、法論論ときまた物的手段ハイテク装置、人的資源教員の要請などの点においてですね、まあ治療の方法をあるいは高い決する方法というのを見ぐすことはできるわけです。しかしですね、根本的に決着しているのはですね、学校教育が学,学校教育のまあ哲学が欠けてということだと思います。 えーえー、多様化という側面ですけれども、えー、これが三庄枠の一つの中心課題になってますが三庄、えー、枠というのはまあ10年以上前に登場したわけですが今現在のまあ王将の全体的な文脈というものですね加盟国2 7区そして三十国 30ぐらいの言語があるわけですが、えーえー、この欧州の全体的な文脈というのは非常に複層としています。えー、そしてベトベックという人がいたんですが今現在はですね、まあ、そのスーパーダイ,ベダイバーシティという超多様性というものですつまり多様性の多様化という新しい、えー、状況が いろ、えー、んなマイクロコミュニティとかですね、えー、非常に、えー、こうした、えー、超多様性を通して見られるのはですね、えー、行動を取るのがだんだん難しくなってきて、えー、そして理解がまあ十分、うん、されないままにとどまっているとというのはですね一方でですね 均質、えー、化あるいはあスタンダード化という傾向が見られるわけですがこれ、えー、は大きなあ問題多様性にとってはあ問題になるわけですが具体的に見てみますと例えばですね、えー、これは、えー、これはまあ要請教育に関するオファーフランスのまあ教育システムにおいてのですね えー、そして、えー、小学校レベルの、えー、これがどういう言語が教えられているかいドイツ語はですね、えー、2001年に,、えー、には18.6%の生徒が選んでますそして2009年10年には9.1%半減してますそして英語はですね、えー 76.4から89.3と、えー、そして次に中等教育レベルですけれども、えー、中学校レベルですね、えー、ドイツ語はです、えー、大体15、えー、2009年15%の生徒が学習してますて今18.4%に伸びております。 で英語はあーまあ97.9%から95.3%になってます。でスペイン語は十あ少し伸びております、えー。そしてまあまあスペイン語というのはまあフランスにとっては隣国の言語になります。その他の言語を,を見ますと全然。 進展が見られませんし日本語の場合は少し下がっております。で中国語は、まあ、政治的経済的な理由から今少し伸びておりますがしかしこれはまあ本当の対応かといえるものではあります。この、まあ、非常に 実施された政策というのがですねあ,あまり効果を発揮してないということになります、えー、そうフランス総領事が今朝、えーまあ、私学総局がですね、えー、今あバカロイデの対象となっている言語数をですね、えー、数少なくするという提案をしても48からですね、えー 34かに下げるとこれは全く対応洋化とは反対の方向に進んでいるわけです。えー、そしてえまあこういったあ状況に今なってきてるわけですが。 若老院の場合はそういった場合にあの採点作業をしないといけないわけですけれども弥勒さんがさっき話したことですが、えー、まあ、えー、一種のですね三庄、えー、枠のキッドナッピングというか、まあ、本来の目的から外れた使用がされているということがあります。えー えー、まあおそらくですね、えー、まあ論理的理論的なあものにおいてで一種のですね避けることのできないまあドクトリンの要素を帯びて理、えー、ことになったわけですマイケルバイランとからパルマンタあのおおお 表した論文でですねグローバリゼーションについて書いたものがありますが、えー、そう我々の議論の京都でのシンポジウムのテーマはですね、えー すでに、まああのえー、参照枠をですねそのグローバル化されるということが問題なわけではないわけです。えーまあ、参照枠の人たちの留由にもかかわらずですねそれからアムステルダムメのほうラムダの会合にもかかわらずこういった状況が生じているわけです。 えー、これはまあその一種のお素朴さああこの三種枠を作った著者たちの素朴さですねに気にするのかあ私の考えとしてはあまあこれはどうあ 商業的なですね一種のその、えー、流用ということがですねこの三照枠について行われているのかよく分かりませんけれども、えー、まあそういったあ、えーまあ、非常に今非常にネガ,ネガティブな状況になっているということは言えると思います三照枠に関してはですね。えー、そして三照枠の、まあ、基本的な価値観ですが えーまあ、三庄枠から何を学ぶことがあ学ぶことができるかということですが、えー、三庄枠のその言語学習の哲学に関する部分ですけれども、えー、ここで非常に、まあ、興味深い要素をですね見出すことができます。それは欧州だけでじゃなくてです、ね、例えばアジアにも適用できるよう,ようなものですね。 蘭、えー、言語学習のその過程というの、ね、は非常に野心的なものですね参照枠は持っております。えー、人 学,学習者の人格その IDT のです、ね、調和の取れた発達を目指してそれによってその他者性を他者の言語文化を知ることによって他者性のです尊、ね、重を行うということが書かれています。これがまあその こうした価値観が出されているわけですが最近出されたこれに関する指摘によればですねカリキュラムの中にです、ね、こういったその参照枠の鉄が反映されている例というのはほとんどまあ見られないということがあります。 そして単にその評価を行うためのその分類ということだけが重視されているわけです。なぜこういう状況になったのかということですけれども、簡単に言いますと、私が指摘したいのはですね、三省学は 強調しているのはですねええ発達に対してを一つのまあそのええ言語能力の発展ということに重要性を置いていますそしてネイティフをまあその理想化理想的なモデルとするんじゃなくてですね、えー えー、その学習者の能力というものをですね評価していくと、えー、ここには非常にあの一種の妥当なです、ね、戦略というものが現れているわけで学習 行動主義的なエコノミーといいますかこ,のここでいうエコノミーというのはですねその例えば自分が持っている手段の管理という意味ですね。うんえー、まあ 強制されたあ束縛のある学習じゃなくて先ほど見ましたように長和の取れた形でですね学習管理を行うと例えばそのビオトープのようにですね長の,の取れたあ管理の仕方をするということが大事でで参照枠はですねそうした意味で動員統合移転を手助けする手段となっています。 <coughs> そしてこれと並行して障害を通じてのですね非常にえ物事を観戦していくというダイナミクス学習者における本来的な能力工学といえる能力のエンジニアリングというものをですね発達させる多様な経験をですねえ通じて推進されているわけです。そのものもというものは えー、中心に置かれているわけです、えーまあ、まとめを簡単にしたいと思いますが、えー、私は、まあ、その移転ということですねということは、まあ、あのこの装置理論のですね文、えー、脈化ということをもう ついてそれをまたその、えー、環境の違う場所へです、ね、移転するということというのは大変難しいわけです。そして、えーえー、ザラッと倫理高等の論文がありますし、えー、フカラカステロッティと西山さんが行ったあに,による論文も えー、西山紀之さんは、えー、これ2009、えー、年のことですが、えー、移転ということに関してです、えー、その普遍性の。お そこと言いますか、あ、そのインインスピレーションの源を超えてい、えー、くことは可能可能などだというお問題を提起されています、えー。教育文化が違う。例えば韓国においてはですね、まあその宗教の影響が非常に強いわけですが、そしてまた政治的なあドクトリー。 それから物的な面でもさまざまなですね違いがあります。で,でそういったいろんな言語に関する考察を,、まあ、それを修練させるにあたってはですねこの言語の多様性文化の多 に関してはで別のパラダイムがあるわけですが先ほどナショナルスタンダードの話が出ましたがこれに関してですねえ三小権に関して異形の念を持つということは良くないわけですえ結論として言えることはですね、えー 三あ悪は、まあ、いろんな理論的実践的なです、ね、手段というものがあるわけですが私に言わせればですね、えー、何かあ一種の方法論を。 教育理論ですね100年前に作られたものの方法や技術をリサイクル機械であると同時にですね知性言語科学的およびまたその総合的な教育のパスティ,ィにおける一般政策のテクとしてですね捉えられる傾向があるように見えます。 しかし私が私たちのこの観点からして私の結論はですね実論能力及び適応能力の側にこそその最大の革新性が存在することです。個人の発達が優先されなければなりません。えー、したがって教育野に関する考察の、えー、歴史化 とということを行つまりこうした考察を各文脈に特有の文化的社会的及び想像上のバリエーションに目指すことが必要です。そしてこれからに関しては青木さんの方がですねオーストラリアの同僚と考察を進められておりますけれどもそしてえー。 この三種枠のコンセプトおよびツールの移転に不可欠な条件の一つですけれどもこのまあ歴史家が科すのはスタンドではなくですね日本においてはですね、えー、三浦さんが2001年に,に提案したように、えー、おそらくは、まあ、これは東アジアにも当てはまると思いますがフラ,スフ,フ,ランスフランコフォニーですね 悲惨的精神を開発するためのツールをですね見出すことができるのではないかと思います。そして、えー、まあ、えー、またさらにベタなのはですね教えられる言語が。 それがヨーロッパのものであれアジアのものであれ意図的に一つのパートナーシップに結晶することでそれうう交代ではなくですね力強く力強く前へ進むことが言語文化へ取り組むことを経験理論と考慮の連帯と総合教育の発展を進めなければならないと思います。えー、学際的なあ,あるいは 言語への目覚めやこれとは別の次元ですが比較文化がこうした方向に向かっていると思います。そしてこの自分自身の編集や新しい実の能力をです、ね、今現在の世界において必要と特に必要とされているものだと。 思いますこれどうもご清聴ありがとうございました。